はい、皆さんおはようございます。朝ロニーのお時間です。朝ロニーはですね、月曜から金曜の平日朝8時半から花の情報などをお届けしている番組となっております。本日は、ジャパンツアー、本日は奈良県で行われたんですけども、その、懇親会でのデモブーケの映像をお届けしたいと思っております。はい、では早速行ってみましょう。どうぞ。皆様、現場竹田お待たせしました。今日の懇親会の、スペシャルブーケデモンストレーションをして、このデモ、飲みながら、食べながら、固めて見といてください。はい、最後にね、じゃんけんでまたプレゼントします。はい、よろしくお願いします。これで全会場、デモブーケはいろいろね、いろんな飾りで毎回こう違う雰囲気にしています。今ちょっと動画を撮ってもらってるんですけども、最近毎朝ね、月曜日から金曜日まで、今日一緒に来てたアシスタントをしてた吉岡というね、男性スタッフが朝 YouTube で、毎朝花の情報をね、お知らせする朝ロンという番組をしています。そこでね、今このデモの風景は、このデモ映像を朝ロンで見てもらえるようにしているので、今その動画を撮っております。他の会場の風景もね、見てないという方はぜひ YouTube でアイロニーチャンネルっていうのがあるので、そこで見てください。もうさっきも言ってたんですけども、もう朝起きたらまず YouTube を開いて一日なんか流しっぱなしに、ね、しておいて再生回数伸ばしてもらう。このラベンダー色のスイートピー綺麗ですね。ちょっと大ぶりな
点は、ヤンケン大会は大体酔っ払った最初にパーを出すと言われております。ほんま？でももうこれだけ毎年毎年各都市でねじゃんけん大会やってるとなんか終盤新潟とかね札幌とか最後の頃になるとなんか傾向が分かってきた分析してる人分析そうだいらっしゃいましたでも勝ってたその人本当に、はい、なんかあるんですね癖がジャンケンの癖がすごいねえ、ねえ、変えていきます、ね、皆さん楽しんでもらえますか、いっぱい話せましたか、いろいろやっぱりでもあれですね例えばアイロニー青山店芦屋店でレッスンしてね、遠くの方同士集まって、っていうのもいいですけどこうやってジャパンツアーで地域っていうとやっぱ近くの人ね集まって並べあそこに住んでるとか、ね、近いとか近くにね花友達ができるとすごくいろんな他のねクラスとかアイロニーはねなんかアイロニーだけ通ってくださいとか思ってないのでいろんな教室あってねいろんな先生いててでもちろんその今の認定校の先生方もそうですけども認定校っていう仕組みはもともと僕ら花屋がアイロニーとして花の仕事させてもらってて、いろんな仕事いただけるようになって、いろんな経験積ましてもらえたのでその花仕事の経験を、シェアしていきましょうということで、プロフェッショナル向けのコースを始めたのが最初きっかけで、それしてると僕らみたいにがっつり花屋やりたいっていう方よりも教室したいっていう方が多かったので、教室を運営していくためのコースをいろいろ考えたりしててでもうこれだけ伝えたからみんなやっていってくれるだろうと思ってたらまだまた別のところに習いに行ったりとかねなんかこう準備はやっぱり整えたい方が多くてもういつまでたっても私はまだまだっていう方が多いけどもいや始めた方が絶対の教室始めていろいろ失敗してねトラブルがあってそれを乗り越えた方が自信になっていくからっていうのでなんとかねちょっとできますよこれだけ準備があってサポートがあれば開業できますよっていうふうに騙して始めさせるっていうニテコの仕組みですか騙されたでやってもらうとねやっぱりいろいろ出てくるんですよなんかこうだトラブルとか僕らもずっとそうなんですよ仕事ってもう思い通りにいかない人も多いので、ね、なのでそれしてもらっていろいろ経験してもらったら仕入れのこととかねその市場との間に入ったりサポートはするんですけどもだんだんやってるとねもっとこうだったらいいのになとか認定校はあくまで全国でみんなできるようにするデザインを考えているので、こんな花あるのにこれ使えないなっていうこととかもあるんですこれちょっとしか入らないからこの花は使えないなっていうことも出てくるのでそれをね、私のクラスだったらもうちょっとこうできるかなっていうのがあるのでそれにどんどんこうしてもらってる皆さんそれぞれアイロンの 2.5 だけじゃなくて自分のお教室もされてますでだんだんそっちにねシフトしていってもらってそれぞれ皆さんこう自分の色に、ね、してもらうといいと思いますで 2.5 自体もみんなアイロンをデザインしてくれてますけどやっぱり先生それぞれキャラクターが違って地域だけじゃなくて先生とこ行こうかなあの先生と波長が合うなっていう感じなので僕らは強豪だとは思ってなくて、みんなそれぞれ助け合えばいいんです。で、僕フランス行って教えてもらったんですけど、アーティストは争わないんですって。で、それぞれのみんなゴールが違うから、手助けする
アーティスト、他のアーティストの手助けをすることが自分のゴールに近づける近道になる。ヨーロッパの人たちもみんな知ってるから、アーティストは争わないっていう言葉もあるんですね。それと同じで僕ら花屋もね、みんな同じようなことしてるように見えて、それぞれ助け合った方が絶対ゴールに近づけると思うので、みんな花屋で情報をシェアしてそれぞれでやりたい花をやっていってもらうということで、なのである意味認定校ね、レッスンだけじゃなくてそれぞれの先生も皆さん独自のレッスンをねしていってもらって、それもされてる方もいる、お好きな教室見つけてもらって、近くでね楽しんでもらっていいなと思って、ぜひ行ってみてください。はい、はい、さあこんな感じのルーティンになります。これ綺麗、いいですね。はい、よし、こんなブーケになります。はいね、投げしましょう。さあ、できました。はい、じゃあ皆さん立っていただいて、じゃんけん大会です。はい、ありがとうございます。できる、はい、できる、はい、ありがとうございます。OK、いきますよ。この武器欲しいと、あーいい最初はグーでね、酔っ払ったらパー出しちゃういきますよ、最初はグー、じゃんけんほいパーって言ったのに。パーって言った。あ、誰が素直じゃない人、誰か。はい、いきますよ。ちょっと。最初パーやで言ってパー出しちゃった。最初パー出しちゃった。逆にいいかもしれない。素直。いきます。もう決まってないです。もう決まってます。いきますよ。最初はグー、じゃんけんほい。パーの方、あ、お一人だ。おめでとうございます。おめでとうございます。もう一回読むね。僕もビューティー。ありがとう。ありがとうございました。今日ね、さっきお話、あそこのテーブルで話したんですけど、今日のあのブーケレッスンでも束ねたパンジーあるでしょ、あれ今年11月ぐらいだったかな、花摘みにね、群馬県に行ってきたんですよ。でちょっと急だったんですけど、スケジュール決めてツアーをね企画して、で何人か一緒に行ってくれたんですけども、もう本当に楽しいんですよ、農家、花農家行くのって。で、今年もまた10月11月ぐらいに群馬県のこのパンジー花摘みツアーを企画します。でジャパンツアー参加してくださってる方のメールに行きますよっていう送りますから、それ一緒にみんなで行って花摘みでツアーで、6年のこのまた来年の1月に自分たちで積んだパンチでまた向けたまましょう。はい、ありがとうございます。はい、皆さんいかがだったでしょうか。今日はもうスイートピーが踊ってましたね。すごい綺麗でしたね。あのカランコエのねライトグリーンもやっぱ綺麗ですね、カランコエ。はい、ということで、ジャパンツアーですね。今日は今日ご覧になっていただいた映像は、奈良県での懇親会のデモンストレーションなんですけど、今日は金沢の方でね、ジャパンツアーあります。
ご参加される方、ありがとうございます。ぜひお楽しみください。で、まだまだね、各都市受付しておりますので、ぜひ、ちょっと一歩、もう一歩勇気が出ないなという方もぜひ、初めての方も、結構ね、初めての方もいらっしゃるので、そういう方にはもしわからない時とかはね、スタッフとかに声かけてください。丁寧に教えますので。はい、ということで、本日は終了したいと思います。この動画がいいねと思った方はぜひ、チャンネル登録と、高評価の方よろしくお願いします。コメントの方もまだ、まだじゃない。コメントも返信させていただいてますので、ぜひコメントいただけたら嬉しいです。はい、ということで、本日は終了したいと思います。皆さん今日も良い一日をお過ごしください。また明日お会いしましょう。ありがとうございました。また。